OK。 いや、なんか裸が見たいっていう、裸が見たい言われたから、裸にならないんだけど、まあこれが限界の裸なんだけど、ここちょっとあれだよね、光の加減があまりよろしくないんで、キャラがそう際いい感じに見えないんだけど、ちょっとこう もっとエロいなんかあったよな、なかったっけ。これ一時停止用にちょっとローリングしとこう。お、なんか何かが見える気がするな。気のせいか。じゃあムービーから見ていきますか。お、ちょっと待って、今の角度がすごかったんだけど。お、すかした。はい、ここで、あれあれ、違う、俺がやりたかったのそうじゃない、こうです。これで尻尾切って、そして一匹目が終了と。これが見せたかったんだよ。そして奴は大抵炎を最初吐いてくるんで終わりと。あっけない、人間性の双子、そんなのあったっけ。こんな感じですね。やっぱ黄金松屋に塗ってるから攻撃力がだいぶ346まで上がってんのか、すごいな。イエス。あ、もちろんこれ SL1 のキャラだからね。これでも SL1だからね、全くキャラは成長してないんだけど、それでもこれだけ十分なダメージを与えることができるという。なんか NPC いたよな、いた気がするんだけど、ちょっと俺なんか見逃してね。まあいいや、ちょっと金鳴らそう。おお、この今のアングル結構良かったぞ。は、目覚ましの鐘、トロフィー獲得。なんかちょっと風邪気味で、風邪気味っていうか、なんかよくわかんない、喉というか喉の近くのリンパ腺っていうんですかね、それが非常に何て言うんですかね、痛いというか、こう鈍痛みたいな。一回鼻うがい、最近なんか鼻うがいっていうのをなんか見て、やってみるかっつって、なんか変な人いる。シャワーで思いっきりやったらちょっとおかしくなった。あれはやめた方がいいわ。ちゃんと食塩水とかあるじゃないですか、配合した上でやった方がいいと思いますね。じゃないとしばらく喉がおかしくなる。こいつなんか怪獣石か、買っといた方がいいのかな。俺機関のコッペン絶対いるんだよね。これも使えないから。 SL1 ではもうほとんどの、あの、なんつうの、武器とか使えないんですよ。必要能力全く足りないんで、必要能力値これも一つだけ買っとくか、なんかよくわかんないけど、なんか必要になる可能性がなきにしもあらず。免罪を、もう何も誰も殺してないから。いや、俺無実です。無実です。無罪です。俺は何もしていない。